よしさん。ダイヤモンドオンラインかなんかの記事を読んでね、ちょっと面白いのがあったんですよ。ですので、ちょっとその話させてもらっていいですかね。えー、その方は、えっと、年収580万円ぐらいの40代の男性で、えー、で、小学校4年生ぐらいの娘さんがいる。で、奥さんも一時期は出産子育てのために仕事を離れていたけど、今は120万ぐらいのね、えっ、ー、と、収入源を持っている、まあ。いわゆる共働きなんですよ。 でまあコロナ自粛が明けて旦那さんにまた出勤とかね飲み会とかっていうのが生じてきてそれまで切り詰めていたお小遣い3万円じゃ足りなくなってきたからあの飲み会は仕事も込みなんでちょっとお小遣いから出すのきついから飲み会代だけはね月に1回か2回1回当たり5,000円ぐらいがあるからそれは家計から出せないかってことで奥さんに相談したら奥さんは激怒したらしいんですよ。 で、奥さんは家計を見ながらこれからのことを考えていくと、削れるところはもはや、あの、夫の3万円のお小遣いしかないって思っちゃうところだったんで、そこでガチンコぶつかっちゃったわけですよね。まあ、それに対してファイナンシャルプランナーみたいな方が、あの、アドバイスをするみたいな流れだったんですけども、これの記事を見て本当にね、ふざけんなと思う。<laughs> 何に対してふざけんなかわかんないんですけども、あの、やっぱり40代の男性がね、あの、毎日働いていて、家庭の維持ももちろんあるのはわかるけども、 三万円のお小遣いでやらされているっていうのがね、すごく気の毒なのと、あとはね、あとは削れるのは旦那の小遣いしかないっていう発想になるところですよね。まあいろいろとその過程には事情があるんで、まあスパッと言えないところもあるんですけども、全体の収入を上げていくっていう考えにならずに、どこを切り詰めるかっていうね、その発想が未だに抜けてないっていうところなんですよね。だからその考え方が、 いわゆる家庭内でもプラライマリーバランスになってるわけですよあのよく国家財政をプライマリーバランスの黒字化にしないといけないってい感じで国債残高1,000兆円以上がね今負担になってるからこれをみんなで税収で返そうみたいなことがあって増税増税になってるわけですけども国ってのは通貨発行権があってお金をすることができるからあの税金でも家計ってのはあやっぱりお金が作れるわけじゃないんで。 どちらかというと収入の中からやっていくしかないとなるとね収入の中から節約するんではなくて収入を上げていくっていう発想で必要なお金はプラスアルファで稼ぐみたいに考えていけないのかなと思っちゃったんですよそれこそ会社で出世するっていう道もあると思いますし必ずしも服用しないといけないってことではなかったりするんですよねじゃあ奥さんがちょっと工夫して職種を変えてね年間で120万しか稼げないところを 別に200万とか300万稼ごうって発想でもいいわけですよね。で旦那さんにしても資格を取って会社の資格手当をもらうっていう方法もあると思いますしだからなんかね切り詰めたら結局は限界が来るわけですよじゃあ旦那さんの3万円のお小遣い切り詰めて2万円になりましたとかね1万5,000円になりましたって言って結局ゼロになったところでもう切り詰めるとこありませんよねって話になっちゃうわけですよだから節約には限界があるけどプラスアルファで稼ぐのには限界がないわけだから。 じゃあどっちをやっていくかってことなんですよね。切りメめる節約のプロになったところで高たかが知れてるけども、じゃあ、プラスアルファの収入を見出していくことのお特技を身につけて、その道のプロになれば、副業でプラス5万、プラス10万、プラス20万、プラス50万、プラス100万の副業みたいなこともだんだんできるようになってくるわけですよね。うん、だからなんか最初の一歩がね、もう全然間違ってるなと思って、なんか今回億万長者らしくで、まあ真面目にね、話させてもらいました。うん。3人で360万の売り上げ。吉田さんは種まきをしながら、 ウェブ上で120万の商品売る度ンもついたし実際売ったわけですよねすごいと思いますよだからビジネスのプロたるサラリーマンがこれができないわけないんですようんと思いませんかね気持ちの問題だと思いますよいってらっしゃい